昭和12年頃の絵葉書による河村いたき白間の彫像。1930年頃のアイヌの長老フィレンツェ。大学自然史博物館の展示アイヌ島とは、北海道のアイヌに伝承された、儀礼用の刀剣。絵ぞ刀とも称される。イオマンテの様子。祭壇の奥に刀が置かれている。アイヌ語では、イコロ、または、エムシと呼ばれる。資料によっては、 刀の鞘をエムシとするものもあるが、いずれも男性が、儀礼の際に呼びる。通常は、アッテてシと同じくお氷ょうなどの樹皮の繊維でおられた、刀対、エムシアで肩から下げ、左腰の位置に下げる。アイヌは高度な製鉄技術を持たなかったため、刀身は、和人が作成したものを交易で入手していた。そのため、イコロ、エムシを問わず、刀身は、 日本刀の太刀の形式を取るが、儀礼刀であることや儀式によっては刃を自分に向けて持つこともあるため、刃引きされていたり、最初から刃をつけない場合もある。また踊りの際に音が鳴るようにあえて唾を緩めている。イコロは、道外の和人によって作られたものが、完成品として、アイヌ社会にもたらされたものである。イコロとされる、伝製品は、ほとんどが刀身を描いている。 刀身のある場合もニブラな鉄刀の例がある。錆びた刀は霊力が強く切られた魔物は戻ってこれないという伝承があるため、あえて刀身を手入れせずに錆びさせていることもある。これには和人とアイヌ双方の関係も影響しており、1457年の古車マインの戦い以後、武器となる日本刀のアイヌへの受け渡しが激減し、1669年の 借社員の戦い直後に行われたと考えられる、刀刈りで、まきりなど、生活用品としての刃物以外は入手されなくなったと推測されている。16世紀からは実用外で装飾用の儀礼刀としての必要性が高まり、平安末期から室町時代頃に多く製作された、昼巻き立ちのような装飾性の高いこしらえの立ちを移入していた。後には、 エゾゴシラエと称される山道や白銀、後には真鍮などの金具で飾られた太刀や腰型など、こしらえが、アイヌ向けに制作されるようになり、こちらを移入するようになった。これらも、アイヌの需要に合わせて装飾性が高まっていった。昼間木がちでも江戸木の武士の刀僧と比べれば過剰な装飾で高価なためは神川の需要はなかったが、その異風な趣きやエゾ地で年月きを経た金具の錆びた。 風情が江戸の好き者の目を引き、アイヌが儀礼で使用していたものを工芸品として和人社会へ逆移入することもあった。こしらえは、おおむね16世紀までは、京都17世紀以降は、江戸を中心とした金工職人が作成していた。エム氏は、こしらえワイヌが作り、和人から入手した陶神やズバと組み合わせて完成させたものである。 宝刀は、地勢の奥にあるいよいきりでエムシアって飾り下げられ、あるいは美しい木箱にしまわれ、神事の際に用いられた。葉を下にして、左腰に下げるため、装飾を廃氷にのみ施したこしらえもある。18世紀頃まで製作されており、明治以降に寄贈されあるいは発掘されたとする文献があるが、伝生のもので現存が確認できるものは少ない。 北海道大学植物園に2点、襟モ町郷土資料館に2点所蔵されている。東北歴史博物館にはアイヌが入手し、後にアイヌ工芸の研究者が収集した昼巻き立ちが所蔵されている。アイヌの主力武器は探求と鳥かぶとを使った毒矢であり、接近戦では戦闘用のストゥを使うため刀剣は儀礼にしか使われないが、言うからには、言うからには、 英雄たちの超人的な戦いが数多く描かれており、英雄の刀はカムイランケタムとして登場する。イタドリマルのような宝刀の名が知られている。再現された民族衣装。刀をエムシアって下げている。アイヌの舞踊には刀を持って舞う剣の舞が伝承されている。アイヌ語ではエムシウポポ、あるいはエムシリムセと呼ばれ、 男がエムシを肩から下げ、魔物を打ち払うために、刀のつばの部分を鳴らしながら踊る。二人組の男が勇ましく踊る踊りが、観光用に再現されているが、本来は男性が一人で踊るものだとされる。男性の踊りに女性が歌を合わせ歌う。向川町からビラトリ地方では、地下に住む巨大なアメマスが暴れることで、地震が発生するとの伝承にちなみ、 地震の檻には刀を持ち、一軒跡へ、栄高手、あえおまと叫んで舞い、地下のアメマスを沈める儀式の記録が保存されている。ABC 刀がかり帯へむしや、白尾町、パヨカカムイ、近づかないで、アイヌ民族が、祈りの儀式共同通信 AB ピカピカなものより、錆びた刀独特の価値観を反映した。アイヌの刀の舞い、ウォーカープラス。 アイヌ民族博物館だよりナンバー53.2006。12.1PDFP3 以降に、記述あり AB アイヌ民族博物館アイヌ民族博物館だよりナンバー53.2006。12.1PDFP3 以降に、記述あり、上川アイヌの研究40年の奇跡。本間アイヌ、PDFP4。アイヌ民族博物館だよりナンバー53.2006。 12.1PDFP3 以降に記述あり、北海道における地震に関するアイヌの公費伝説と、歴史記録に位差と、シゲの高清水 PDFP10。ありがとうございます。